はい、こんにちは。今日はですね、皆さんが知ってるようで知らない、Google Earth の、ツアーガイド、ツアーのやり方のご説明をしたいと思います。Google のね、新しいバージョンを 7.1 だったかなを入れられると、まあ普通のやつでも多分大丈夫と思います。ツアーガイドっていうのを開けるとこういうふうに出てきますよね。日本、東京、大韓民国、コレア、こういうのが立ち上がってきます。また閉じこ下に格納したいときはツアーガイドをもう一回クリックですね、とするとこうなりますね。今日はですね、Google Earth の一番わかりやすい、東京にあるスカイツリー、皆さんご承知のスカイツリーをちょっと見たいと思います。まあ結構知ってるようで皆さん設定知ってないんでね、今日はちょっと投稿しました。まず Google の Earth の画面を立ち上げて、はい、ここの検索、一番上にある検索、虫眼鏡の横のここですね、その横、すぐ横、右横をクリックすると、はい、こういうふうにいろんな設定画面みたいなのが出てきますよね。これによってですね、道路にチェックを入れると道路が出てきたりしますので、まあ僕の設定している通りにやられるといいと思います。ですね、まあ境界線地名にはチェックを入れています。そして、大事なところはですね、ここですね、建物 3D 表示にチェックを入れる、建物の 3D 表示にチェック、はい。で、僕は天気を入れてますけど、これ天気とかを入れると雲が出てきますね。今こう雲が見えてますけど、衛星の雲が、あまり全部チェック入れるとね、やっぱし PC が、パソコンの性能が良くないと重くなってきますので、はい、できるだけ自分の用途に応じて見たいなという時だけにチェックを入れるようにされるといいと思いますね。常時入ってるのは僕は境界線や地名というのにチェックと、まあ建物の 3D 表示にチェックと、まあ、天気、まあ、3D でなくてもいいという方はチェック外しておけばいいと思いますね。はい、そういうわけで、まあ、絶対今回やりたいときにスカイツリーを 3D で見たいときは必ず建物の 3D 表示にチェックを入れるという、他のところはまあ入れなくてもいいです。はい、建物の 3D に表示だけにはチェックを入れてほしいというところですね。ここをチェック入れたのに対して、こちら の地図上にいろんなのが、道路だったら道路が反映されますね。はい、そういう風になってます。これを格納するときはもう一回ここをクリックですね。それで、スカイツリーに行ってみたいと思います。ここにですね、検索窓に、まあ日本語でいいですよね。スカイ、ちょっと待ってください。スカイ、スカイ、あら、避けたね。スカイツリー、スカイツリーですね。これで、検索入れます。はい、出てきましたね。真上から見たところのスカイツリーが出てきてます。これをツアーガイド、こう出てきたらですね、ツアーガイドを立ち上げます。すると一番左、東京スカイツリー、はい、スカイツリー2つあって、一番最初の画面、ここ東京スカイツリーって書いてあるやつを、一番左のツアーガイドをクリックします。するとここに、はい、こういう停止したかったらここを押しますね。出てきますよね、通常の動画の。するとしばらく経つと始まります。繰り返されたときはここをクリックですね。ここをクリックです。はい、こういうふうに、現在東京スカイツリー、日本墨田区、2012年5月22日、建設の東京スカイツリーの、3D の映像を現在見せております。これですね、ツアーガイドから行ったところです。先ほどの設定で何で入れたかというと、 3D にチェックを入れないとこのスカイツリーはこういう立ち上がって見えません。はい、こういう 3D では見えませんので、
でもう一度見たかったらですね、こうずっと見たかったらですね、このクリこれをまあ44秒しか流れないんで、ここのところを、クリックしておけばもう一度これで、何度も見ることができます。でツアーガイドを格納して、はい、これで始まりますね。繰り返し見たい方は、まあ、同じ、カメラのアングルなんですけど、繰り返し見たい方はここを、まあ、繰り返しリピートに、チェックを入れると、チェック入れるとブルーになりますので、はい、してこの状態、はい、はい、この状態で見るとこういうふうに、はい、はい、でまた繰り返す、こうなりますね。これはリピートを入れてるんで繰り返し見ることができます。これがスカイツリーを現在 3D で Google Earth で、ツアーガイドを使って、見てるところですね。はい、こんな風にスカイツリーの映像を現在見せております。はい、こういった使い方ができるのが、まあ、ツアーですね。まあ、世界中のツアーにも行きたいところを行って見ることができます。まあ、3D がで、表示されているところはもちろん全てこういうふうに見えますので、ぜひ、皆さん試してみてはいかがでしょうか。これはリピートで繰り返してますんでね、同じような映像が流れます。はい、こういったわけで、これで停止したいときはここでストップすればこのアングルで止まりますので、お好きなアングルで止められて、まあこれをカメラで、中にあるここで、共有とかで、貼ることもできますので、ぜひ、皆さんも試してみてください。ではこの辺で終わりたいと思います。スカイツリーを見ながらこれにて、失礼します。ではさようなら、またです。